悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて笑い忘れたとお化しがすがる失恋レストラン。もうどけることもない。今はねマスター作ってやってよ、涙忘れるカクテル。悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは恋の魔術を使えない。だから失恋レストランなくした恋の吹きだまり、歌を歌えぬこの俺でも話し相手になれるなら、いさ失恋レストラン君のそばにいてあげる。ずっとねマスター歌ってやってよ、痛みを癒すラプソディ。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で強がりきってたこの俺は、一人失恋レストラン、まだ恋したこともない。そうさねマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえマスター、ねえマスター、ねえマスター、早く。はい、こんばんは。ジローさんどうもね。はい、今夜はね、清水さんのね、失恋レストランを歌いました。2018年1月の27日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。あー、よかった。大川さん、どうもね。こんにちはね。ウォーツマンちゃんね、どうもね。ジローさん、どうもね。よかったね。うん。ヘイさんもどうもね。おまんこさんもどうも、ね、どうもね。ありがとうね。さて、今日はさ、土曜日だった。もう中日出勤ってこともあって早かったね。こんな感じね。今日は仕事でした、仕事。ね。今日は休みの予定だったら休日出勤だったから早めだったけどさ、今日は早かったからね、やっと俺この間の給料日だったからさ、給料下ろしてきたね。で、部屋で払ったりさ、金勘定したり、ちょっとそれでまだ9時半だね。またね、今日早かったからね。うん、今日は刺身じゃないんだよね。うん、あ、その前行こうか。今日はね、おまさんどうも、ね、そうよ、今日給料日だったから、給料ってこの間給料日だったんで、ずっとさ、夜9時以降だったんで、お金を下ろせなかったので、今日下ろしてきて早かったから。それで、いろいろね、お金のポッとした、ね、自分なりの今月の計画させたり、金管理してたんで、ちょっとね、時間手間取ったね、今日はね。で、そんな、それで、風呂入って今こうやってますね。あ、こんにちは。じゃあ、今日のお夜食行こうか。お夜食、まあ、いつも通りね。で、今日これ行こうと思って、今日ね。今日はね、ギローさんからいただいたやつ、この濁り酒をね、缶にしてみようと思う。缶酒あんましないけどな、検索してたら、昨日はね、数少ないけど濁り酒を缶にしてる人もいるみたいなんで、今日はこれ寒いからさ、これ濁り酒をね、缶酒にしようと思います。どうかな、寒いからさ、動きだから普通さ、常温が当たり前だけどさ、
だから寒いからそんな飲めないんだよね。そう今ちょうど寒波が来てさ、寒くて、だからそんな缶酒にして、でもどうかなと思って検索してみたのがね、濁り酒の缶とかで、ね、でもね多少飲んね、確かに濁り酒の缶酒ってね、あんまりやんない、ほとんどやんないけどね、でも多少やってる人もいるみたいなんで、僕もやってみようと思って。段取り悪いですか、うん、いつも通りですね。今日はこれを、こんばんは、ジローさん、どうも。今日はこれ、寒いんでね、濁りだけどこれなんだけど、缶酒にします、これ。よく振って、缶酒。ドローとしてるんです、ちょっと大きめのそっくりで。沈殿したからね。一緒、ありがとう、ジローさんね。寒いんで、今日は濁りだけを缶酒にします。どうなるか、初めての体験。あとわずか。あ、じゃあこれ一本つけようね、こうやって、どうも。今日もガスバーナーで観察します。どんなもんかな、やってみよう。うん、ねえ、さん。ねえ。そうじゃない、この季節、濁り酒なんか、缶酒自身的には飲めないもの、寒くてさ。そんなんで、うん。いつもの、激安で買ったやつ。2000円ほどで、送料込みで2000円ほどで買った、激安のバーナーで。これね。朝はどっか、日帰りでどっか行きますよね。ね。当然ね、どっか日帰りで行きますよ。ね。よし、カン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 、こっちだ、これね、いいかな、まだこれ、よっしゃ、じゃあ前回来た出ない、やっぱライターつけようね。あ、ライター入る。入らないの。じゃあ、缶酒開始。缶酒開始でーす。はい。そうだ、群馬行ったんだ、クラスさん。今日も缶酒よ、これで。まあ、仕事だったのは、さて。ちょっとね、今日はね、濁り酒なんて、これ、普通のもん。それで、今日、この缶にね、あれ、缶酒できるまで。あ、どうも。スティックの方、どうもね。ゴディさん、どうも、ね、ゴズナさん、どうも。じゃあ、この缶に、今日のおつまみの方。今日はおつまみ、ラージデスティンで、魚火やろうか。ラージデスティンで、こちら、魚火やります。ではこれから冷凍のフリ塩の鮭買ってきた銀鮭、これ使います、鮭。大パックの全部入れないよ、これ適当にいくつか。これで500円だもんね、これ、この大パック。何回か使える。あ、冷凍だけど何でいくつか。塩鮭だからさ、結構持つからだからね。あ、でかいなんで、でかいの1個入れようかな。どうも。ではこれね、いいかな、鮭でかいから、でかいの1個、フリ塩だからね、鮭1個、これね、1個ぐらい入れようか、うまそう、こんぐらい、かまって、ね、2個でいいや、あ、3つ入れよう、じゃあこんぐらい、3つ入れて、それまたこの本の使おうね。ここに冷蔵庫に入れておきたい。今日は魚、酒ない。まず、鮭ね、塩鮭。沸騰してきた。ちょっと弱火しようか。缶酒の方。缶酒沸騰してきた。ちょっと弱火。
仕事だったと。安いのこれで買ってきた。まあ木綿買えなかったんで、今日絹のこのよく 150g 3つのやつ、これ使いましょうか。豆腐はそのまま入れちゃおう。嫌だ、めんどくせえから。1個入れる。2個。豆腐はこれだから 300g か。2個。これでいつものお酒は適当に、またこれ1個、またこういうふうに。買ってきたけど、これ、もう今回また同じ安いやつ、蔵育ち。蔵育ちです、今回。今回の安酒は蔵育ちです。いい青春よ、僕。あれ、星野さんと違うから、僕ね。日本酒です、普通の青春です。今回、蔵育ち、見える？そう、45歳よ、45歳。今年45。あ、今年46だ、今年ね。今、現在45。今年の4月で46かね。で、お酒ね、いつも通りかぶるぐらいね、こんな感じかぶるぐらい。あれ、塩鮭と豆腐入れて日本酒て、あ、かぶんなくてもいいや、半分ぐらいかな、うん、味付けはもう塩鮭だからさ、ね、入れる。これで適当に、まあ鮭がかぶるぐらいかね。豆腐は大丈夫、このぐらいで、このぐらいで半分、うん、メスティン、あ、メスティン、ラーギメスティンのこの、ここ、丸ポキルの下ぐらいまでね、入れて、これさ、これで、ね、もう一回、今日はね、ラーギメスティンで、豆腐ね、今日は絹ごし豆腐の、と塩鮭の、さ、日本酒鍋、酒鍋です。で、蓋して、じゃあかけようか。ちょうど良くなったんで、皮だけ下ろして鍋の方をのっけます。火は全開して鍋開始。酒鍋です。今日は酒鍋でいきます。こんなんで、はい、どうも。どうも。今45歳よ。これスピード追いつかないか、ごめんなさいね。丸なんだ、どうもね。誰がやってんの？まあいいや、誰がやってんの。こんにちは。こんな感じで今日ね。大丈夫よ、うん。今日はこんな感じ。またラージメスティン鍋やります。今日はまず、早速、まず今日買ったお酒、まず魚鍋使った。まあ今日は飲むのはね、二郎さんがお歳暮でくれた、この濁り酒の缶酒で、もう、じゃあ、缶酒行こうか。早速、缶酒。二郎さん、初の、かすいこさん、初の試み。缶酒の、あ、じゃあ、濁り酒の缶酒です。今回は、行きます。今日、半分ぐらい。これ、意気込みじゃなかったね。あ、乾杯。ああ。検索してみて、多少やってる人もいるみたいに、濁り酒、燗酒で検索するとね、やってる人確かに珍しいけどさ、多少やってる人もいるみたい、うん、やっぱ想像じゃ、うん、なかなかね。あ、この方がエモくよくさ、夏場冬じゃないですね、初詣とかさ、よくさ甘酒とかやってんじゃん、よく。な、寒いから。でも、僕甘酒だともこれがいいね、やっぱ。甘酒、うん。甘酒本当に酒粕だからアルコールなんて飛んでんもんね。甘酒飲むんだともこっちの方がいいや。うん。うん。甘酒は子供用だもんね、完全にね。ドス飛んでいく。うまいよ、それなりのもん。うん、濁りだけだし。そのままだけどさ、甘酒のアルコールあるバージョンと思えば。うん、うん、そうよ。甘酒のアルコール。あ、どうも、こんにちは。ありがとうね、ゴジロさん。
無理しないでいいよ、無理しない、高いもんだから無理しないでいいよ、こんなんで、こんなの高いもんなんだからね、無理しないでいいよ、ありがとうね、あれ、ドライソーセージはさ、あれ、今度山とか行った時も使うから、あれちょうどいい、山行く、山行った時持ってくからね、山行った時、あれ、山なんかちょうどいいんだ、あれ、ドライソーセージのタグ、生肉なかなか持ってくないもんね、山はね、バックパックの中突っ込むからさ、結構距離歩くからね、あ、どうも、じゃあこんな感じ、濁り岳の観察です、で、これは鍋は、まあ、まあ何度も言います、ラージメスティンで、塩鮭と豆腐、今日は絹ごしで、酒、まあ酒だけで、の魚鍋。まあ、塩鮭なんで味付けはもしてない。いい味出ると思うんだ。あれで安いよね、あれ。あの1パック、まあ冷凍したけどさ、キュウリさんの塩鮭が、塩振って、塩鮭で。あれで500円だからね。たまに買う。あれ、1パック買えば結構持つからね、あれ。うん、1人だったらね。解凍、冷蔵庫だからさ、冷凍してたと、まあ、しばらく置いて、それ当然冷蔵庫の中だったら解凍するけどさ、でもあれ、塩だけだから、そう、結構しもちもするしね。ありがとう。うん。いつも、超早くてよかった。今日は土曜日で、なおかつ、休日出勤だったから早めだったの、こんな時間ね。いつも言ってるように仕事から帰宅次第やってます。あ、しめさん来たから、ありがとう。今日早めでよかった。今日はね、ギローさんが今年お歳暮でいただいた、この濁り酒を缶酒にして飲んでます。濁り酒の缶酒。ね、これで。はい、こんな感じで。明日はだから、滋賀県どっか行こうかな。山も行きたいけどさ、まあいいや、電車賃高くなっちゃうから。丹沢行ったって片道1000円ぐらいかかっちゃうからさ、1000円ちょっとから往復2000円ぐらいだから。まあ、奥多摩よりか安いよ。丹沢だったら往復乗っても2000円ちょいだからね。2100円、200円か。うん。でもそれでも、まあ一応ね、だから、近場の、やっぱ、普通のデイキャンプエリアだともうちょっと安いんで、行こうと思います。どっか行く。大井か、道満か、どっちかに行くと思う。もしくは、うん。ドーマングリーンパークが多い、どっちかに行こうと思います。うん、なに、どうしたの、経営者なんだ、資本家なんだ、そうだ、玉井さん、すごい、会社経営しながらいじくってんだね、玉、そうなんだ、そうなんだ、龍郎さん、会社経営しながらいつも玉をいじってるわけね。うん、あ、豆腐といい感じでグスグス言ってきた。塩だけだからね、切り身が通しに早いんで、もう値下げじゃん、値下げ。あ、缶酒もいいな、ほんと。甘酒よりのか、僕、こっちの方がいいね、僕。甘酒飲むんだったら、この、濁り酒の缶酒の方が、僕の好みに合う。甘酒は本当に女性向きだもんね。不女子向きだ。ね、温まるけど、でもこれで確か温まる、やっぱ。うん、そりゃそうだね。ありがとうね、ギローさん。美味しく飲んでるよ。社長じゃないのかな、あ、そうなんだ。取締役かな、ね、あと2杯目。これで2杯、今日大得意なんで、これで開くと思うんだ。残り入れて。じゃあ、今日は2本飲もうかな、2回目。これでいく。日本酒だけ買うだけです、今日は。じゃあ行こうか。
あとわずかだ。じゃあ今度はこれ、このラージメルティングが沸騰してきたんで、これと差し替える感じで下ろして、また2本目を乗っけます。今度キャンプの時、このキャンプの時このバーナー持ってくね。山はさ、この間見せたアミカスの方でね。はい、乾杯。2杯目で、ね、コップ持ってこい。コップじゃない、箸、牛乳みたいなね、今日はね、ニゴギ酒の乾杯。じゃあ、ラージメスティの豆腐と、今日のおつまみはラージメスティの小鍋立て、おなじみ魚鍋です。じゃあ、こんにちは。まだそのままだ。豆腐と塩鮭の魚鍋。ちょっとね、とこんな感じ、持ってくんで、あ、見せとこうかな、今日はこれ。豆腐と塩鮭の魚鍋、お皿持ってくんで。あー、鮭のいい香り。甘みあんねん、やっぱこの豆腐ね。こんな感じ。はい。まあ、湯豆腐みたいなもんだな。うん。うん。まあ。あ、いいね。あったね、夜のピアング。このハイジーさんがやってたんじゃない、うん、うん、今日は、塩だけと豆腐の魚鍋です。まあ、日本酒で煮ると何でもうまいや、まあ、味が出るからさ、ね、うまみが出るから、ね、何も他のもの加えなくてもさ、だしとかめんどくさい人はさ、魚鍋おすすめよ、うん、日本酒、ただ日本酒だけで煮るだけでうまみが出るから美味しい、うん、適当な肉とか魚とか ね、豆腐とかさ、だし、うん、取んなくてもさ、別にいい味出てるから、うん、で、日帰りだからなかなか雪になる方もいけないよね、うん、一泊できる時は奥多摩とか行けるけどさ、ね、僕は体力なので一泊では行けない。うん、上手ではないよ、うん、そうですよ、うん、うん、水分の塩だけはね、今日見たあれで1パー500円だもんな。あれで500円ね。1回あったけど100円ぐらいかな。もうちょっと
安いか。うまい。あ、そうも最近使わないな。たまには使うからね。以前使ってたあれね、ローソンスターの100円ですね。あれもいいよね、あれ。うん。あれも、いろいろやってるじゃない。食いしん坊でいろんなことやっちゃうんだよね。あれもやる、こうたまにやろうね。そうや、あれ。ローソンストアでさ、大袋の小口あるよね。あれ、あれと、豆腐なんかでも簡単でいいよね。高い。だから言ってる、たまには、だから、山登りした時、奥多摩小屋のテント場で僕、ビール買ってから、結構1本500円だよ。あれを5本ぐらい買っちゃう、夏場だったら。うん。だから5本買って2500円で、洗濯に500円で、3000円払って、そしてよく、奥多摩小屋、夏場だったらさ、ね、奥多摩小屋行った時、洗濯でお願いしますって一人で行って、して500円と、で、あれ、ビール5本って言えば2000円で、ちょうど3000円だからさ、ね、出して。結構贅沢だ、僕ね。ね。1本500円の5本買っちゃうんだもんね、夏場だったらね。そう、僕の贅沢はそんな感じの。奥多摩小屋のテント場で缶ビール5本とか贅沢だね。ケチじゃないです、僕は。母ちゃんはケチじゃないよ。身の丈に合った生活してるだけだよ。ね、身の丈母ちゃん。もう、缶だけの本を下ろそうか。おろして、鍋今日冷めてきたのと乗っけようか。ほとんどこれ、この部屋じゃ缶酒ぐらいしかやんないからね、結構バーナーだな。2杯目、2本目も缶酒です。今日はこれで2本目でやめようね。今日は濁り酒の缶酒です。そう、ない指、うん、そうそうです、ない。稼ぎ悪いから、僕経済力ないからね。経済力ないんで、千島かなえさんみたいな女に騙されることもないです。経済力があればさ、千島かなえさんみたいな女性に騙されるんだろうけどね、もうそれもないわけ、大元がないから。うん、でもアウトドアスク持ってく場合はね、これだったらさ、これに入るんだ、すっぽり、この容器に届くの。この容器わかるんで、サイズ的に。手のひら、ほぼね、手と一緒サイズでしょ、これ。これ、横面でも。これに入るんだよね、だから。山とか持って、山はあれ持ってくるさ。アウトドアで持ってく場合はさ、特に車の人はあれでもいいけど、よくあるね。でも僕は電車の徒歩だから、そういう場合はこのサイズがいいんですよ。ね、バックパックに入るガサバンナーって。普通のカセット、あれ、バーナーはさ、あれは、でかいもんね、あんなも。あんなもしょって行けても大変だもん。車ならいいけどね、あれ。僕もこの間、ちょっと前、あれ、さっきさ、今日早かったから、反応ガーラの、あの人見たけどさ、あれ、暮らし方さんの。あの人はさ、車だからさ、車中泊だからさ、普通のさ、カセットコンロ持ってけっけど、僕はさ、電車と徒歩なんでさ、ああいうのカセットコーナーなんかさばるからね。なんでこういうのちょうどいいわけ。ほぼ手のひらサイズでしょ。この面もそうだね。これに収まるから、このバーナーだったら。わかった？もう電車のとこだから。アウトドアにも持ってきたいんで、これにしたわけよ。わかったかな、ね。もう止めよう。ちょっとした。もう止めます。おしゃれぶり。あ、ココナツさんどうもね。さっき遅かったからな。ね、ごめんなさいね。今日はさ、土曜日ってこともあって、休日出勤だったんで、この時間にできてます。今日は豆腐とね、塩鮭の魚鍋です。これで、ライジミスティンで。で、今日は、ギロワさんからいただいた、この、煮こぎ酒の缶酒。煮こぎ酒、そのまま飲むのが普通だけどさ、寒いからさ、煮こぎ酒。そうですよね。飲めないから、これ。今ちょうどさ、今の日本はさ、日本列島、寒波で寒いからさ、
5時だけだからってさ、常温じゃ飲め、初心者じゃちょっと飲めないからさ、観察して。あったかくなれば4月までとか、もっとちょっとね、もったいないから、まあ、風切ったからさ、それで、観察にして飲んでる。せっかく二郎さんからもらったやつで、もう、ね、もう開けては口切ったからさ、うん。でも、常温で飲む気にはなれないからさ、これ。今寒い時に。だから、濁りだけですが、今日はね、これを観察にして。年収そんな言うわけないじゃん、いくらかなんか。まあそれなりも、うん、こんな生活してる感じですよ。いくらかなんか言うわけねえだろ、そんな。分かった？そんないくらもらってるか、そんなネットの配信で言うわけないよね。うん、言いませんよ、そんなもん。まあこういう暮らししてる感じです。それを想像だけ言っとこう。こんな暮らしする程度です。分かった？うん。年収はこんな感じよ。額なんか言うわけないよね。うん、だから言いませんよ。そうだよね。山形さん、うん。無理しないでよ、二郎さん。ね、そんな高いばっか。もう僕の方が気兼ねしちゃうからさ。ありがとうね、ほんと。気持ちだけでいいからね。怒ってない僕は。怒ってませんよ、僕は。和やか、常に和やかかっちゃんだから、怒んないから大丈夫よ。うん、今日はね、濁りだけの感覚で、あ、つまみは豆腐と塩鮭。ああ、さて、重いから。塩鮭。さっき、冷めちゃったから温めたんだ、これ。まあ豆腐、150g の豆腐が1個ある。まず。魚目だから何も、あ、ちょっと、今日絹しかなかったからな、絹買って。絹干し。全部、あ、ちょっと崩れちゃう、やっぱ絹。今日も木綿なかったんだ、安いの。だからしょうがない。三連の安い。三連であれ70円ぐらいだからね、あれ。安かった。三連の木綿はね、100円近かったからやめたんだ。三連の絹はね、70円ぐらいで買えたんで、安い方買ってきた。三連の買った2連ね、だから 300g。1連は冷蔵庫入ってます。そう、こんなもん。と、塩鮭。最後の塩鮭入れちゃおうか。今日はこれをつまみで。最後、汁飲んでもいいの、これ。ね、塩鮭の出汁が出てうまいよ、これ。魚の最後で。今日はね、塩鮭と豆腐のやつね、これね。これをつまみながら。うわ。こんな感じで。いいね。じゃあ、こんな感じで。じゃこっちの神崎行こう。今日はね、濁り酒の神崎でーす。濁り酒の神崎。はい、乾杯。ああ。塩鮭。うまいよ、うん、おいしいよ。やっぱ酒、日本酒はこれね、これで切りました。普通の日本屋では当然の、よくある安いお酒、これでね。の魚みたい。これメスティの取ってごめんなさい、邪魔かな、はい、はあ、うまい。
豆腐。今日早かったね。土曜日の上に休日出勤だからね、今日はね。今日早かった。やっと給料下ろせた、今日。今日ずっと、休業日もずっと口回っちゃったからさ、ATM 下ろせなかったけど、今日早かったからさ、下ろしてきて、金勘定して。あ、うまい。給料出たからって、それは生活費があるから、それはダメよ、あれ。給料はなんだよ。1ヶ月分だもん、それ。1ヶ月これだよ。だから今日はね、給料下ろしてきたからさ、これだけで生活、1ヶ月計画立てて。僕、アウトドアでのお金使うからね、やっぱり。山行った時とかさ。だからあんま普段できない。でも山は、だいたい1分、あれ、山のまこちゃんなんか見てくださいやっぱりどこの山もだいたい、山の缶ビールっていう3号缶で500円だからさ、よくかかるからね、うん、山のまくちゃんもよく見てんだよ、アウトドア系。あの人は北海道の人で、よく北海道あの辺山登って山料理の動画いっぱいアップしてる人、うん、参考に、あの人に参考になる。山のまくちゃんっていう愛人で、あの人はそうよ、うん、よかったら、ギロさんもね、山のまこちゃんで検索して YouTube で見るという気になったら、よく見てる、あの人の動画。多分あの人、北海道の人だと思うんだ。よく北海道の山登ってる。で、山の山頂とかでさ、テント場とかでさ、料理して食べてますよ、美味しそうに。よく知らなかったら検索してみると、よりね、山のまこちゃんっていう ID でいるから。男の子。若いわ、30前後かな、結構若い男の子で、うん、ラーメン屋してませんよ、してませんよ、ラーメン屋。普通の会社勤めですよ、勤め人ですよ。それはどっかわかんない。明日は明日になったらわかる。まだわかんない。うん。まあ、字はわかんないけど、アルファベットね、あれ。ID だから。ID で、そう。でもそれで、山のマックちゃんでやれば出ると思います。うん。よくね。あの人、山と食欲と私読んでるみたいで、あれ、よく、あれをコラボ、真似た料理とか作ってます、ね。山のまくちゃんね。あの、よく見る人は僕はアウトドア系じゃん。お気に入りの人かな、あの人。巻き方はできないよ、ジャンプはできませんよ。ありがとう、角野さんに出るんだ、ちょっと嬉しい。うん、見てますね、よかった。角野さんにね、角野さん中華服似合う人みたいな、ね、角野さんね、イサムちゃんだっか、あれ、渡る世間ではね、だね、確かね。うん。今、撮ったら大丈夫？うん。撮ったら、うん。気にした。
おかな、あ、なら、ちょっとわかん、僕は見ない、全然わかんないやん。僕、おからなまこちゃん、僕そういうの見ないで、ごめんなさい、全然わかんないやん。近藤春菜ちゃん、あの子も可愛いと思う。うん。箕輪はるかちゃんよりは春菜ちゃんの方が可愛いよね。僕はそう思うよ、あれ。あの二人だったらね。はるかちゃんよりも僕、春菜ちゃんの方が可愛いなと思う、僕は。うん。思わない？え、そうよね。箕輪はるかちゃんよりは絶対春菜ちゃんの方が可愛いよね。うん。当たり前じゃないか、女なんか穴しか意味ないから。当たり前じゃん、うん、女も穴しか意味ないんでね。穴があればそれでいいんだよ。うん、うん、やっぱ塩ジャケだったら別に塩ジャケとさ、日本酒だからさ、別に味が加えなくても十分だ。日本酒自体あるうまみがあるからさ、あれあと塩だけで塩分もあるからね、ちょうどいい。うん。穴があればそれでいいんですよ。だから女性がいない場合は男の子の穴でもいいかなとかね、そういうわけで。うん。うん。そうよ、ね。穴は誰にでもあるもんね。男だってさ、お尻に穴があるからさ、いざとなったらお尻の穴を活用すればいいんですよ。ね、いざとなったらよ。いざとなったら。ね。いざとなったらね、男の子のお尻の穴だったるんだからさ。ね。うん。見るよ、ありがとうね。うん。お顔の穴町なんかね。あったよ、仕事はね。だし、だから今日早め、休日出勤だったから今日は早めなんだよ。バイセクシャル、そういうバイセクシャルとか関係ない、僕は。やっぱ、女の子がいいよ、僕。一番、女の子が一番だけど。でも、穴が一番だから、一番。そりゃ、穴があれば。なんだっていいよ、穴があれば。穴があったらぐじゅうぎみたい。まあそれが僕の今の気持ちかもしんない。穴があったらぐじゅうぎみたい。でも穴がないからしょうがない。一人でこすってます。しょうがないね。入れる穴がないから、入れる穴がないから一人でこするしかないんです。一人でいじってるしかないんですよ。入れる穴がないから一人。サラはダメだよ。お年頃の女の子だよね。うん。アキコさんどう？僕とどうです？アキコさん。ねえ。寝ません？二人で。ねえ。まあいいや。まあ僕には夢があるから。持てなくてもいいです、どうせ。僕はいいです。でも持てなくても、もう45まで来たからさ、いいと思うよ、このまま。持てないままでも、まだ20代じゃないから、僕は。45だからもう。40、今年46だもんね。あと数ヶ月で。でも45まで来たからさ、このままいいと思うよ、別に。持てなくたっていいです。持たなくて、持てようとは思いません、もう僕は。このままでもいいもんだって。もう45まで来たからさ。うん。ダッチワイフあるもんね。ダッチワイフはね。うん。無理やりはやんないよ、僕は。ノックさんみたいなことやんないから大丈夫。しけさん、しめさんありがとう。あきこさんありがとう。うん。あきこさんありがとう。うん。あ、青川さん詳しいね、さすがだ。使ってんのかな、青川さんも。もう、僕は乳首関係ない。僕、おっぱいやあんま興味ないの、僕。女の子の、女性のね、下半身のお股だから、僕は。ね、お股。
おまたに興味が、おまた。胸には興味ないんです、おまた。そういうもんは見せらんないよ。見せない、そういうもんは見せません。新品なら見せられるけどさ、もう新品じゃないから、そういうの見せらんないよ、そういうもん。新品もこういうもん買ったよって見せられるけどさ、新品じゃないからさ、見せらんない、そういうの。うん、見せらんないね。新品なら見せられるけど、もう新品じゃないからさ、ちょっと見せらんないな。もう素直だよ、ほんと。素直で腹黒いんですよ、僕はね。腹黒いけど素直はね。かっちゃんはね、腹黒くてうさんくさいけど素直なんです。うん。次はよく使うからさ、年季が入っちゃうよな。さあ、でも、飲みます。豆腐と塩鮭はもう食べ終わりました。で、あとは缶酒。今日は濁り酒。ありがとうね。で、マルチハーチはね、あれパソコン壊しやすいんだよね。歩きながらだとね。あれなんだあれ。それは見せらんないね。見せらんないね。そうね。あら、いざとなったらそうよね。うん、やっぱこんにゃくの肌騒ぎで結構肌騒ぎでっからね、ちょうどいいんだよね、あれ。で、使った後は、こんにゃく料理なわけ。じゃあ、最後の一杯いくよ。地獄酒の缶酒。じゃあ、これでおしまい。やっぱ、地獄酒の缶酒いいな。はい、乾杯。じゃあ、地獄酒の缶酒をこれで、この特に2杯、2本飲みます。はい、こんにちは。ああ、よくそうよ。ノックさんもそうでしょうね。きっとね、あの、選挙中にさ、触っちゃったので、多分、ノックさんもそうだと思うよ、あれ。ね、大阪府知事選挙の選挙中にさ、ね。多分、女性の方もさ、多分、挑発する格好してたと思う。あんま、メディアじゃ全然やんないよね、あれ、女性の格好。多分女性の方もね、男の気持ちをね、挑発するような格好してたと思うんだ。うん。そう思うな、次郎さん、あれ。ノックさんがさ、あれ、選挙期間中もまだ触っちゃったけどさ、あれ。触っちゃった女性の衣装、服装とかさ、多分あれ、ミニスカート系のさ、結構、男の気持ちをさ、高ぶらせるのを着てたと思うんだ、あれ。もうそう思うんだ、あれ。絶対そうだ、あれ、ほんと、あれ。ノックさんばっか責めてもかわいそうだ、あれ。女性の方だってさ、男の気持ちをさ、高ぶらせるようなことやったと思うんだ、あれ。でもそれは全然やんないメディアじゃさ。実際わかんないから、だからわかんないけど。多分あったと思うよ、あれ。でも全然そういうのメディアじゃやんないんだよな、ほんと、絶対やんない。ノックさん上品じゃないか抑えられないわけ。上品じゃないもん、天才だもんね、あの人はね。うん、そう、レイプされる女性はそれなりのことやってんだよ、ほんと。レイプされる女性はそれなりの男の気持ちをさ、誘発するような格好してるんだよ。僕はそう思うよ、あれ。性犯罪ばっかじゃないし、男側ばっか悪く言うんだよ、ほんと。性犯罪は女の方だってさ、男の気持ちをさ、高ぶらせることやってるんだよ、絶対。大抵の ほとんど全てはそうだと思うよ、僕、ほんと。そう。性犯罪し、被害者って、ね、知らぬ間にさ、男の気持ちを高ぶらせることやってんだから、それはしょうがないと思ってほしい。
はめちゃうかもしれないね、やっぱ。もうなんだろうな、今、気管とか、冤罪以前にさ、気管行為だってあれそうだよ。女性がさ、まあ、だから、まあ今言ったじゃん、イスラムの世界は女性、そうじゃなくてベールかぶったりしてるんだよ。ね、あれでいいんだよ、ほんと。若いお年頃の女の子がさ、街中歩いたんじゃんさ、男なんかそれだけでさ、気持ち高まっちゃうんだから、ほんと。だから、イスラムの世界って理にかなってるなっていつも思う、あれ。女性が外出るときはさ、ね、そうでしょ、あれ。目立たない上に黒いベールかぶったりさ、あれ、理にかなってるよ、ほんと。そういうとこ、僕、イスラム教ってすごいと思う、僕は。ね、そうです、イスラムの、ね、あれ。イスラムのすごいところで、いいところだ、あそこ。まあ、実際はわかんない。実際にイスラム教はどうかわかんないけども、一般的にイスラム教ってそうでしょ。女性がさ、外出るときはさ、ベールかぶったりってあんまり肌あらまぎしないでるって。あれは、やっぱ男の気持ちのこと考えてんだと思うよ。イスラム教ってあれ。そうだね、うん、どうもね、うん。今日はね、ギロワさんからお歳暮でいただいた、このイゴギ酒の缶だけです。まだあるけど、明日はこれ飲むね。男性の女子とか言うんじゃないよ、ほんと。女性はさ、だって、ちょっと、今週だったかな、ちょっとあったよね、あれ。なんだっけ、あれ。あれ、光そうですって、あの男。あの男が結婚した。あれ。王将彼女島のあの男が結婚した、ちょっと、豊島の女、もしの、元女子アナウンサーの、なんだっけ、いたよね、なんとか言ってみたら、あれ、あれ。あれがさ、あれ、あったよね、あれ。なんだっけ、大学出産で、考察かったって。あれもさ、ほんと。女性なんかさ、出産なんかさ、一番10代から20代が一番産み時なのに、その頃好きなことやってさ、好きなこと散々やってさ、年取って結婚してて、でも年取ったから産みねえからさ、都合良すぎるやん、大学出産って やりたがるのってあんなの。僕はそう思うやん、大学出産ってあれ。なんだっけあれ。王将が料理の人、あったじゃんニュースでちょっとね、あれもう結婚した女性も40代の後半でさ、出産無理なんだってことでさ、代理出産で子供を設けたってあったけどさ、あれ代理出産もさ、都合良すぎだよね、ああいうのって。ほんと10代20代の一番産みたがりをさ、好きなことやっといてさ、ね、でもそれでも女性にしかできない子供を設けたとかってほんとずるいよね、あれも。ほんと考えたらほんと代理出産って言うと僕そういうの思うね。うん。大抵の女性はさ、ほんと、今の時代はさ、ね、多くの女性は、女性として女として出産だかりの頃好きなことやっててさ、それを逃したってさ、不妊とか言いやがって。もう、だから代理出産もこういう時思えない、ほんと。あれも。よく、だから女性がさ、よくさ、男尊女子とか言うけどさ、でも女性、子供を産むこととか育つこと考えたらさ、あれが普通に当然なんですよ、あれ。10代から20代、あの頃が一番ちょうどいいんですよ。今の女性はさ、その頃一番好きなことやっても学校行ったりさ、仕事したりさ。ねえ、だからさ、女性の場合の不妊症って僕は好意的にはなれないね、僕は。男ってこともあって僕は、ね。女性の場合の不妊症には好意的になれないのはそこですね。一番の妊娠盛りの時にさ、学校行ったり、仕事したり、好きなことやってさ、ね、やってんだもん。そりゃあ。で、子連れちゃったら面と向かって話す機会ないからね。代理出産はね、もう年取ってさ、もう出産がする機会ない人がさ、ね、
その腹、若い人の腹かけるわけ。うん。そう、いるよね、こっち向きはね。うん、暖かいから、この部屋。絶対そうだよ、代理出産とかってムカつくよな、ほんとあれ。散々10代、20代好きなことやっといてさ、学校行ってさ、仕事したり好きなことやっといて。ね、でも女だから、子供も来たり出産したりとかいう人間、なんだ、話良すぎだよ、ほんと。だから、女性の不妊症にも好意的にはなれないね。若い時何やったんだ、若い時、お前らは、ほんと。男尊女子とか言ってさ、今の女性はさ、男と同じようにさ、やりたがって、それはさ、ねえ、子孫繁栄のためにそれは無理なんだよ、女は。やっぱり。出産っていうことをするためには、やっぱり、ね、その辺は考えて生きていかない。その辺変えてる池波さんなわけよ、ね。そう。だってもう、女性は年取ったらさ、出産はちょっと無理だからさ、それはしょうがないね、ゴミって言われてもね。うん。10代、20代は過ぎちゃったら、本当は女性の出産は厳しいからね。うん、そうだね。ゲストさんありがとう。うん。朝どっか行くよ、明日はね。うん、当然休みだからね。いや、そろそろじゃあもう、これはもう、ないね。じゃあ今日はこれ飲んで終わろうか。今日はね、濁り酒の監督でした。明日は日曜日休みなんで、日帰りデイキャンプどっか行きますんでね。昔は大理出世しただろう、女。若い頃散々学校行ったりさ、好きなことしといてさ、何様なんだあいつら、ほんと。あげくのさ、男尊女子とか言ってさ、男と女は違うんだよ。男尊女子じゃねえんだよ。ね、男と女は体の作りが違うんだからさ、ね、男尊女子じゃないんだよ。ね、女性が出産可能な時ってさ、ほんと若い頃なの、10代、20代のさ、それを逃したらできないから今なったんだよ、ほんと。ね、男尊女子じゃないんです。出産とか考えたらやっぱりそうなっちゃうわけよね。そう、男尊女子とか言ってさ、ほんと女性の社会進出してるって怒るかもしんないけどさ。でもほんと出産したって言ったらそう、それが当然なわけよ。うん。男は男の役割、女は女の役割があるんだよ。池波さんもそれずっと、池波さんの小説とか、エッセイずっと読んでる人わかると思うんだ。池波さんはそう言ってるよ。うん、ね。まあ、自分勝手はみんなそうよ。そうよ。所詮人間は自分勝手ですからね。自分勝手。当たり前。それは当然。それを踏まえた上で言ってます。みんな人間は自分勝手なんで。こっからは演説する時間がありません。女は無機かというの、女はね、オナペットです。僕は女はオナペットと、ああ、いや、女は無機かって言わないよ、僕は。女はオナペットです。うん、はい、どうもね。はい、まあ、人付き合いできないからね、僕は。人付き合いできないんで。これ、湯盛酒の缶だけで、もう残りわずか。こんな感じで。今日はこのとっくりでね、2本。ね、で、2本目の最後はこれで。ウリマさん、どうもね。で、まだ今日は、あと明日の分ぐらいは湯盛酒あります。
泣く。それは、まあ、それは泣くでしょ。女性が来たら、そりゃそうだろう。でも、コーナーもありえないでも、そんなこと。ね。うん。まあ、泉ちゃん可愛いもんな、あの子ね。それはわかんない、それはね。宮崎つむぎ号かどうか、それはわかりません。いい感じよね。だいぶ、今日だいぶ飲んだ。ね。今日、酒はこれでおしまい。残りはこれ、二郎酒でいただいたお酒はわずか。こんな感じ。これはまた明日以降ね。さて。牛乳じゃないよ。牛乳だけだよ。大川さん。タンスカツキさん、どうもね。最後、この、魚目の汁飲もうか。ね、魚目の汁。豆腐と塩だけでいい。ああ、やっぱ酒があってから、いいや、出てんの。しめや、これ。あれ、豆腐と塩だけの見たこの。日本酒だけだからさ、結構いい味出てくる。うまいね。女はなペットよ、ほんと。モーニング娘。の次のぞみちゃんもそうじゃろう。あの子は結婚早かったからさ、子供3人も作ったもんな。あれで、あれがいいんですよ、あれが。ほんと。ね。どうもありがとうね。大学生さんとか言ったってさ、ほんと一番さ、海下がりの時に好きなことやっとるってさ、ね、年取って子供産めねえから大学生さん、そういうのほんと、なんなんだおめえらって言いたくなるよ、僕ほんと。ね、ダンスの女子とか言ってさ、女性もさ、男と同じように学校行かせろ、仕事させろって言っときながらさ、でも、女の幸せも味わいたいとかって、話が良すぎだよ、ほんとな。なんでダンスの女子ってふざけんじゃねえ、ほんと。男と女は違うんだからさ、ダンスの女子関係ないわけ。女性はさ、子供を産むって言って大切な仕事があるんだからさ、そのためだったらある程度男とは聞かって生き方なのはしょうがないよ。男が言ってるように学校行ったり仕事したりができなかったらそれはしょうがない。だって女性はさ、出産っていう大切な仕事があるんだもん。ねえ。あ、これ流れちゃった。で、僕こういう男だからさ。それはわかる。もうそういう人間よ。うん、男と女は気があんねん、ほんと。女性はさ、男と気があってさ、日清出産っていう大事な役割があるんだからさ。ね。男と同じようにさ、学校行ったり仕事したりするのってあんまいいとは僕は思わないよ、ほんと。ね。
明日はね、明日は多いかね、多いが強い、明日。多い、品川で京急に乗って大井に滝内川から歩いて大井に行こうかなと思ってます。まだわかんない。まあその予定が強い。明日の予定大井が強いです。まだ実際わかんないけどね。わかった？明日の予定の第一候補多いね、多い。変わるかもしんないからね。それなんとも言えないけどね。話してみ、見てからね。分かった、明日の予定って書いた人。いや、宿題準備してないけどね、してないよ。そう、多いか、里見か、道満か、おらね、寒いのは分かってますよ、大丈夫よ。辰巳公園よりも、まあ、大井に行きたい気分なんだよ、もう大井。辰巳公園続いてっからな。うん、あ、いや、魚目っていいな、やっぱこれなんか手軽で。当たり前じゃないか。気づいたら引く。こすってからね、僕はね。昔の日本でそうじゃん、あれ。女の子なんかさ、10代の後半ではもう夢行ったんだもんね。あれが当然でしょ、あれ。のきの出産のこと考えたらさ、10代の後半で夢に行ってさ、ね。あれ当然だよな、考えたらな。あ、今夜の失礼レストランね。失礼レストランだよ。人が知らないよ。魚目を美味しくいただきました。まあ、分かった。はい。手焼きなんかよく分かんない、僕。最近の歌分かんない、全然。全然分かんない、僕。じゃあ、今日はこの辺で終わり。ありがとうね。今日はこの辺で終わります。おやすみなさい。死ぬな、調理も死んじゃったもんな、あの人もんな。そうだったよ、うん。あの、ほんと知れるレストランの価値を追ってるとさ、思い出すんだ、いろんなこと。じゃあ、そんな思うことで最後は、知れるレストランで締めようかな。じゃあ、今日の最後、知れるレストランで終わりにしたいと思います。悲しくりゃ。
ここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて、笑いを忘れたのお化粧がすがる失恋レストラン。もうどけることもない。今はねえマスター、作ってやってよ、涙忘れるカクテル。悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは恋の魔術を使えない。だから失恋レストラン、なくした恋の吹き溜まり。歌を歌えぬこの俺でも、話し相手になれるなら、いさ失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねえマスター、歌ってやってよ、痛みを癒すラプソディ。悲しきらここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で、強がりしてたこの俺は一人失恋レストラン、まだ恋したこともない。そうさねえマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえマスター、ねえマスター、ねえマスター、早く。はい、失恋レストランでした。ああ、かしこ重いね、ほんとこれで、ね、どうも。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。でまた明日おやすみなさい。また明日会います。いや、YouTube ライブ終わりました。じゃあ、今日はね、ありがとう。ジローさん、おやすみね。ありがとうね。じゃあ、スティックも終わろう。YouTube ライブね、あれ、録画終了、終わります。